こんにちは。日本語プロ講師の小雪です。2つの日本語講師資格を持っています。日本語講師資格で 10% 以下しか合格しない難関試験、日本語教育能力試験に1回で合格しました。また、9ヶ月で日本語講師になるための420時間、日本語講師養成講座を修了しました。私の模擬授業を見て、即座に大阪の最大手の日本語学校を含む3校からヘッドハンティングされました。授業では生徒さん中心主義。レッスンの時間のうち 85% は生徒さんが話せるよううまく誘導します。ロールプレイや例を挙げながら、文法、語彙などを楽しく教えるのが得意です。私のレッスンを取ってくださっている生徒さんは、10歳から70歳までいます。また、普段は日本人に英語もプロとして教えています。ケンブリッジ大学公認英語資格のセルタを持っています。大学では英語教育の学士を取りました。大学時代の専攻語は中国語。北京と西安に合わせて1年留学しました。台湾、香港へは合計10回行きました。夜市、温泉、マッサージなどが大好きです。趣味は美食を中心とした旅行。暇な時は海辺で筋トレとヨガや読書、心理学や語学の勉強などをしています。教務歴25年のプロ講師と日本語を本気で、でも楽しみながら習得しましょう。レッスンでお会いできるのを楽しみにしています。Hi there, this is Koyuki from Japan and I am a Japanese teacher. As an online tutor, I've been teaching for 5 years, but my whole teaching experience is more than 25 years.I really enjoy teaching and hope you could learn something new in every lesson with me. Please feel free to take your first trial lesson. I'm looking forward to seeing you soon. Bye! こんにちは。日本語の先生の小雪です。日本語を学校で25年、オンラインで5年教えています。日本語を教えるのが大好きです。私のレッスンで楽しく日本語を勉強しましょう。初心者から上級者まで予約をお待ちしています。大家好，我是日语老师小雪。我的故乡是兵库县，我住过大阪12年，现在我住在越南。我期待跟大家学习日语，拜拜。Thank you.
私の姉です。とても明るい人です。幼稚園の先生をしています。とっても優しいです。休みの日はよくテレビや映画を見ています。たくさん見ています。アクション映画が好きで、忍者の映画を見たり、時々ゾンビの映画を見て怖がっています。でも最近は怖い映画にハマっていて、いつも感動して泣いています。今日の文法です。姉は悲しい映画を見ると泣けて仕方がないと言っています。動詞、て、い、形容詞、くて、な、形容詞で、プラス、仕方がない。can't help but, extremely 気持ちや体の感覚、feelings、が強くて抑えられないときに使います。自然に出てくる気持ち、自発の言葉とよく使います。例えば、思える、泣けるなどです。例文です。残業で疲れて仕方がない。ダイエット中、甘いものが食べたくて仕方がない。先輩のことが好きでしょうがない。しょうがないは仕方がないと同じです。砕けた会話、casual conversation で使います。宝くじに当たって嬉しくてしょうがない。見てくれてありがとう。次の動画では、てたまらないを紹介します。またね。田中さんです。元気な日本の38歳のサラリーマンです。奥さんと娘さんと3人家族です。いつも一生懸命働いています。一日のうちで好きな時間はランチタイム。ああ、今日は何を食べようかな。うどん、天ぷら、寿司、お弁当、そば。その後、公園でちょっと休憩するのもとても楽しい大好きな時間です。誰もいない時はこっそりおやつの時間を楽しむこともあります。でも、田中さん最近ちょっとストレスが溜まってお疲れ気味です。仕事が多いな、やってもやっても終わらない。
ああ、今日も残業しないわけにはいかない。ああ、やっと残業が終わったかなと思ったら上司から仕事を頼まれた。ああ、やらないわけにはいかない。早く家に帰りたいな。でも今日は上司の誕生日。飲み会に誘われたから行かないわけにはいかない。最近仕事辞めたいな。でもローンがあるし、家族もいるし、仕事を辞めるわけにはいかない。今日の文法です。動詞内形プラスわけにはいかない。心理的、社会的、人間関係などの事情のため、しなければならないという時に使います。では、例文を見てみましょう。明日、JLPT だから勉強しないわけにはいかない。彼女の誕生日だから大雨でも行かないわけにはいかない。皆さんも自分の例文、example sentences を作ってみてください。心理的、社会的、人間関係などの事情のため、しなければならないという時に使いますよ。上手にできましたか？最後まで見てくれてありがとう。次の動画でもよく使う中級文法を紹介します。よかったら登録してね。じゃあまたね。バイバイ。会社員の佐藤さんです。24歳です。いつも頑張っていますが、失敗ばかりしています。田中先輩です。頭が良くてとっても綺麗です。佐藤さんは田中先輩が羨ましい限りだと思っています。でも、佐藤さんは今日の朝、8時半に起きてしまい、会社に遅刻して怒られてしまいました。料理をしても失敗してしまい、佐藤さんは、ああ、情けない限りだ、と思っています。駅のホームでは、たくさんの人が見ている前で転んでしまい、佐藤さんは思いました。ああ、恥ずかしい限りだ。でも、田中先輩から言われました。佐藤さんはいつも一生懸命頑張っているし、とっても元気だね。佐藤さんは思いました。わあ、嬉しい限りだ。今日の文法です。い形容詞い、な形容詞な、プラス限りだ。限りだは、最高にだと感じるという時に使います。よく嬉しい、悲しい、恥ずかしいなどの感情を表す言葉と一緒に使いますよ。覚えておいてくださいね。例文です。宝くじに当たって羨ましい限りだ。先輩に彼女ができて残念な限りだ。
では皆さんも例文を作ってみてください。い形容詞、な形容詞、限りだ。よく嬉しい、悲しい、恥ずかしいなどの感情を表す言葉と一緒に使いましたね。上手に例文ができましたか？今日も見てくれてありがとう。また次の動画で会えるのを楽しみにしています。よかったら登録してね。じゃあまたね。バイバイ。姉です。K-POP を中心とした韓国の文化が大好きです。韓国料理も大好きで、キムチ、チゲなどの辛いものばかり食べています。午前中、とっても暑いのに犬の散歩に行きました。汗が出ています。昼ご飯はもちろん大好きな韓国料理。からしをいつもより多く入れました。辛いをいつもより多く入れすぎちゃった。水ちょうだい、水ちょうだい、水水水。姉は午後からずっと喉が渇いています。姉は言いました。喉が渇いてたまらない。今日の文法です。喉が渇いてたまらない。動詞、て形、い形容詞、くて、な形容詞でたまらない。気持ちや体の感覚、feelings が強くて抑えられない時に使います。て仕方がない、てしょうがないは思える、泣けるの自発の動詞と一緒に使えました。でも、てたまらないは思える、泣けるなどの自発の動詞とは使えません。注意してください。例文です。東京に行きたくてたまらない。最近寝不足で眠くてたまらない。お腹が空いてたまらない。日本語が楽しくてたまらない。悲しい映画で泣けてたまらない。さて、皆さん、この文は正しいですか？
悲しい映画で泣けてたまらないは間違いです。悲しい映画で泣けて仕方がない、悲しい映画で泣けてしょうがないは正しかったですね。て仕方がない、てしょうがないは思える、泣けるの自発の動詞と一緒に使えました。でも、てたまらないは思える、泣けるなどの自発の動詞とは使えません。注意してください。悲しい映画で泣けてたまらないは間違いです。でも、悲しい映画で泣けてならないは正しいです。覚えておいてくださいね。今日も見てくれてありがとう。次の動画では、ないわけにはいかないを紹介します。楽しみにしておいてくださいね。では、またね。ベトナムに2年半住んでみました。ベトナムが危険なのかどうか、この動画で紹介していきます。自然が好きなので、これまで住んだ都市はブンタウ、ダラット、ニャチャンになります。以前は大阪中心に住んでいたので、都会の空気が恋しくて、月一でホーチミンに行っていました。日本のものが恋しいので、主に買い物と美容室とマッサージのために行っていました。田舎で生まれ育ったので、住むのは地方都市が大好きです。1997年は中国の西安に7ヶ月住みました。当時はよくひったくりにあったり留学生失踪があったり値段交渉しないとぼったくりにあったりなかなかハードでした。渡航後3ヶ月は謎の咳が止まりませんでした。中国人に聞くと今はとっても良くなったそうです。それに比べるとベトナムではとっても体調がいいです。値段交渉については交渉しようとすると、じゃあ売らないと売り手がとても強いです。ベトナム人は全体的に自信がある人が多くてとってもかっこいいです。値段交渉は中国式と笑顔でやっていると人によって大きく負けてくれることもあります。家賃は交渉するとだいたい1、2万円ぐらいは下がります。ぼったくりはされたとしても100円ぐらいでほとんど経験しませんでしたが、タクシーではよく回り道とかわざと道を間違えられたりします。そういう時はベトナム語は話せませんけど、低い声でちょっと怖そうに英語で話して正規料金だけ払います。グラブタクシーやバイクは全然大丈夫だそうです。昔の中国ではひったくりによく会いましたが、ベトナムでは一度もないです。でも大都市の人混みではひったくりがあると聞きます。危ないといえば、ニャチャンでスノーケル中に、突然潮の流れが変わって溺れて死にかけたことがあります。救命胴衣と海を過信しすぎないこととベトナム語が必要だと思い知りました。そして通称やけど虫の分泌液に知らないうちに触れてしまって、生まれて初めて歩けなくなったのは恐怖でした。でもその虫は日本にもいるらしいし、溺れることも日本でもあるので、ベトナムがどうだっていうことではないですね。
とはダラットは標高が高くて紫外線が肌を刺すように強いので、しっかり肌を守るのが大事ですね。日本では自転車に乗っていても何度か時間にあったので結構危なかったんですけど、ベトナムでは全然ないですから、日本より安全かもしれません。ただホーチミンなどはバイクが歩行を走ってたりするし、ホーチミン以外でも交通がちょっとワイルドなので、そこは危険かもしれません。でも全体的に見てベトナムはとっても安全だと思います。8月からロックダウンが14日間延長されてしまったんですけど、私は時々食料が手に入らないのと、ビールの飲みすぎが危険ですね。まあ私の問題です。でも全体的に見てベトナムは最高です。今は少なくなったと思いますが、2、30年前までの日本の小学校では名札に血液型が書かれていて、お互いみんな血液型を知っていました。今でもほとんどの日本人は自分の血液型をちゃんと知っています。これは一説によると、第二次世界大戦中、空襲にあった時輸血してもらえるよう血液型を名札に書いていたのが由来と言われています。ではそれぞれの血液型のタイプを見ていきましょう。一番言いたくない血液型は何でしょうか？一番日本人に多い血液型は何でしょうか？まず A 型です。 A 型の人は真面目で几帳面、責任感が強く、心配性で協調性があると言われています。有名人で言うと新垣結衣さん、石原さとみさん、志村健さんなどが当てはまります。合ってますかね？次に B 型を見ていきましょう。 B 型の人は個性的、マイペース、そして自己中心的で好奇心旺盛、行動力があると言われています。有名人では、安倍晋三さん、キャリーパミュパミュさん、松本人志さん、福原愛さんなどが挙げられます。次は O 型です。O 型の人は社交的、大雑把、もしくはおおらかで、包容力があり、仕切り屋だと言われています。日本の菅総理や木村拓哉、深田恭子さん、蔡英文さんなどが O 型です。最後は AB 型です。 AB 型の人は知的、天才肌で合理主義者、二重人格でも冷静だと言われています。有名人でいうと広瀬すずさん、ジャッキー・チェン、バラク・オバマ、はじめ社長などが AB 型に当たります。合ってますかね？ではクイズです。日本人に一番多い血液型は何でしょう？2番目は？3番目は？4番目は？そして世界で一番多い血液型は何でしょうか？台湾で一番多いのは？ベトナムは？中国大陸は北と南で違うようです。ではインド人では何が一番多いでしょうか？当ててみてください。日本人で一番多いのは A 型 40%。 真面目な日本人らしいですね。 O 型は 30%、 B 型 20%、 AB 型 10% となっています。で、世界では O 型が一番多いです。台湾でも O 型が一番多く、ベトナムも O 型が一番多いです。中国大陸の北では B 型、南の方では O 型が多いです。インドでは B 型が多いそうです。面白いですね。
最後まで見てくれてありがとうございます。日本人と話すとき血液型を聞いてみてください。もしよかったらLike ボタン、そして登録してください。また次のビデオで会えるのを楽しみにしています。ありがとうございます。バイバイ。ケンさんです。イタリア料理が大好きです。今イタリアンレストランでアルバイトをしています。将来の夢はイタリアレストランのシェフになることです。ケンさんは思っています。若いうちにイタリアに行ってイタリア料理の作り方をマスターしたいな。結婚したら家族との時間が大事で、一人でイタリアに行くなんてとっても難しくなるからです。ケンさんのおじいさんとおばあさんです。今とっても健康です。ケンさんは思っています。おじいさんとおばあさんが元気なうちに富士山に連れて行ってあげたいな。おじいさんとおばあさんが病気になったら、富士山に連れて行ってあげることがとても難しくなるからです。
今日、ケンさんは彼女のために熱々のピザを焼きました。ケンさんは彼女に言いました。熱いうちに食べて。ピザは冷たくなったらとってもまずくなってしまうからです。それでは今日の勉強です。動詞、辞書形、内形、い形容詞、い、な形容詞、な、名詞のうちに。うちにはという状況になる前にという意味があります。Before the situation changes, チェン、チョンル、チョンキ。例えば、熱いピザが冷めてしまったら美味しくないというように、反対の状況になったら実現が難しいから、そうなる前にという時に使いますよ。覚えておいてくださいね。はい、では例文を見ていきます。雨が降らないうちに帰りましょう。若いうちにいろいろ挑戦してみよう。桜がきれいなうちにお花見に行きましょう。独身のうちにたくさん恋をしたい。今日の文法は、反対の状況になったら実現が難しいから、そうなる前にという時に使いますよ。では、質問です。晴れているうちに、または間に洗濯をしよう。うちにと間に似ていますが、どちらが正しいでしょうか。考えてみてください。答えは、うちにです。天気が変わって雨が降ってしまったら、洗濯を乾かすことが難しくなるからです。合っていましたか？では、皆さんもうちにを使って自分の例文を考えてみてください。反対の状況になったら実現が難しいから、そうなる前にという時に使いましたね。上手に例文ができましたか？最後まで見てくださってありがとうございます。よかったら登録して一緒に勉強を続けましょう。そして、LIKE ボタンを押してくれたらとっても嬉しいです。では、また次の動画で会いましょう。バイバイ。ではまずはじめに、猫の額。これはどんな意味だと思いますか？額は赤い丸がついている猫のおでこの部分のことを言います。猫の額。この意味は、猫の額が狭いことから、場所がとっても狭いということです。例えば、猫の額ほどの庭だ。というように使います。とても庭が狭いことと同じ意味です。次に、猫の手も借りたい。これはどんな意味だと思いますか？猫の手も借りたい。これは非常に忙しいため誰でもいいから手伝いが欲しい。ことの例えです。例えば、今のシーズンは猫の手も借りたいほど忙しい。このように使います。
でもビジネスの相手に今のシーズンは猫の手も借りたいほど忙しいから手伝ってくださいというのは失礼だからダメです。誰でもいいからっていう意味が含まれているので失礼です。猫も杓子もこれはどんな意味でしょうか。杓子はご飯を入れる時のしゃもじのことです。平安時代の女房が杓子という言葉を使っていました。猫も杓子もの意味は誰も彼も何もかもという意味です。例えば電車に乗ると猫も杓子もスマホをいじっている、このように使います。便利ですね。次は猫に小判です。どんな意味でしょうか。小判はこの猫の絵が持っている高価なお金のことです。猫に小判は猫が小判の価値をわからないことから、価値のわからない人に貴重なものを与えても無駄だという意味です。例えばどんな骨董品でも価値のわからない人に見せては猫に小判というものだ、このように使います。とっても自然な表現ですね。はい、次は猫に鰹節、これはどんな意味でしょうかね。鰹節はこの右の写真のものです。猫が大好きなものですね。猫に鰹節は猫のそばに猫が好きな鰹節を置くこと。猫がすぐ食べてしまいますね。そこから危険であることの例えになっています。例えばドアに鍵をかけないで近くのコンビニに行くなんて、猫に鰹節で泥棒に入ってと言ってるようなものだ、このように使います。はい、では次は猫にまたたび。またたびはこの絵にあるような猫が大好きな植物のことです。さてどんな意味でしょうかね。はい、猫にまたたびは猫がまたたびが大好きなことから非常に好きなものの例えです。例えば猫にまたたびで息子には飴さえ与えておけばいい、こんな風に使いますよ。はい、では今日の最後の表現です。猫をかぶる、これはどんな意味でしょう。猫のマスクなどをかぶってるようなイメージですね。はい、猫をかぶるの意味は元々の性格を隠しておとなしく振る舞うことです。例えば彼は上司の前では猫をかぶっている、このように使います。彼はもともとおとなしい人ではないけど上司の前でおとなしいふりをしているという意味です。はい、ここまで見てくれてありがとう。今日はたくさん猫に関する日本語を勉強しましたね。よかったらぜひ使ってみてくださいね。上手だって驚かれるかもしれませんよ。この動画が役に立ったらぜひ登録してLikeボタンを押してください。今日は本当にありがとうございました。じゃあまたね、バイバイ。はい、では飼い犬に手を噛まれる、これは犬は普通飼い主のことを大事に思ってるので飼い主の手など噛みませんね。でも飼い犬に手を噛まれるとはどういう意味だと思いますか。はい、ではこの意味は部下や可愛がっていたものから思いがけない攻撃を受けたり裏切られることの例えです。英語では bite the hand that feeds you、 中国語では落的恩将仇报という意味になります。はい、では例文を見てみましょう。新入社員の時から田中さんに仕事を教えて面倒を見てきたのに、昨日私に相談もなしに転職してしまった。
飼い犬に手を噛まれたようだ。皆さんも自分の例文を考えてみてくださいね。では次は、犬も歩けば棒に当たる。これはどんな意味だと思いますか？ちょっと考えてみてください。犬も歩けば棒に当たる。これには2つの意味があります。2つの全然違った意味になります。1つ目は、何かをしようとすれば悪いことに遭うことも多いという例えに使われます。二つ目は、出歩けば思っていなかった幸運に出会うことの例え、このようにも使われます。よく覚えておいてくださいね。犬も歩けば棒に当たるは、The dog that walks finds the bone. 喜从天降飞来横祸の意味になります。では、犬も歩けば棒に当たるの例文を見てみましょう。犬も歩けば棒に当たるというから、できるだけたくさんオーディションを受けてみた。こんな感じに使います。皆さんも自分の例文を考えてみてくださいね。次に、犬猿の仲。犬と猿の関係からどんな意味だと思いますか？当ててみてくださいね。犬猿の仲。これは、犬と猿が昔から関係が悪い、仲が悪いと言われてきたので、とても仲が悪いことの例えになります。英語では、like oil and water。 中国語では、水火不容の意味になります。はい、では例文です。田中さんと山田さんは犬猿の仲なのに、教室で席が隣同士になり、クラスはとっても気まずい雰囲気だ。こんな風に使います。皆さんの例文も考えてみてくださいね。では、負け犬の遠吠えです。これはどんな意味だと思いますか？負けた犬が遠くに向かって吠えているイメージですね。意味をちょっと考えてみてください。負け犬の遠吠えは、臆病者が本人の前ではできないくせに、陰では威張ったり悪口を言ったりすることの例えです。英語では Losers have bigger mouths。 虚張声勢背後逞能の意味になります。では負け犬の遠吠えの例文を見ましょう。本人のいないところで悪口ばかり言っても負け犬の遠吠えにしか聞こえない。こんな風に使います。皆さんも例文を考えて日本人と話すとき使ってみてくださいね。はい、では犬も食わないです。犬も食べないとはどんな意味なんでしょうかね。ちょっと想像してみてくださいね。食えるものなら何でも食うはずの犬さえも食わない。ひどく嫌われることの例えです。 Disliked by everybody。没人想理の意味になります。犬も食わないの例文を見ましょうね。夫婦のことは本人たちにしかわからないから、
昔から夫婦喧嘩は犬も食わないという。これはとってもよく使われる言い方です。夫婦喧嘩は犬も食わない。セットで覚えておいてくださいね。ここまで見てくれてありがとうございます。犬に関係する日本語、少し勉強になりましたか？ぜひ日本人と話すとき使ってみてください。日本語上手ですねと言われると思います。よかったらLikeボタンを押して登録してください。また次の動画で会いましょう。バイバイ。7月3日にリゾートで有名なニャチャンっていうところからホーチミンシティから2時間ぐらいのブンタウっていう南部に引っ越しました。ビザの更新の関係で引っ越ししなあかんかったんやけど、ニャチャンからブンタウはだいたいスリーピングバスで6時間ぐらい1000円ぐらいで行けるところを、この時はロックダウンやったからニャチャンからブンタウまでタクシーでだいたい10時間以上、2万円ぐらいかかりました。途中で3カ所の検問があって、通らへんかったらどうしようっていうめっちゃ不安でいっぱいで、なかなかストレスいっぱいの旅でした。それでも7月3日の夜11時ぐらいにアパートに着いて入った途端、アパートのオーナーから今日から2週間自主隔離って言われて、全然外に行ったらあかんって言われて、準備期間ないやんってめっちゃびっくりしました。それでもその時はまだ街全体がロックダウンじゃなかったから、デリバリーフードとかを出したらすぐに届けてもらって、まあまあ普通に暮らせてました。でも17日に自主隔離が終わるところやってんけど、それを前もっての7月12日に街全体がロックダウンということになって、その時からいきなりデリバリーフードもオーダーしてもキャンセルされるし、何も買えない状態になってめっちゃ不安でした。それでも2、3日したらだんだんデリバリーフードも時々手に入るようになって、なんとか飢えずに暮らしてるんやけど、もともと8月2日までのロックダウンが1回延期になって8月16日まで、そして8月16日になったらまた延期になって25日までっていうことで、昨日まで25日、もうすぐやと思って楽しみにしてました。ベトナム政府は本気でコロナ撲滅っていうのを考えてて、そんなに他の国に比べて事例とか死者数とか多くないのに、この厳しいロックダウンをしてくれてます。それは分かってんねんけど、なかなかこのロックダウンが続く生活がきつくて、日本に帰ろうかってことで8月18日にいろいろ考えて、住むところとかも考えてたんやけど、結局イギリス人が今日本に入られへんっていうことで、これは断念しました。メキシコは前から友達がたくさん行ってね、って言ってたんで、そこは前から興味あってんけれども、8月19日にどこに行こうかなってことでいろいろ調べてて、プエブラがいいかなと思ったら、そこに住んでるメキシコ人と話してみたら、街全体が危ないよっていう結構正直な意見言ってくれて、わーそうなんかと思って、ケアタロはどうかなと、日本人とかもいっぱい住んでるしと思って調べてて、まあそこがいいかな、ちょっと放射能汚染の水があるっていうのを他のアメリカ人の YouTuber が言ってたから怖かったんけど、まあそこにしよっかって、その8月19日の時点では考えてました。でもこの日の夜、イギリス人のパートナーがそのお父さんと一緒にスカイプで電話して、また行き先が変わることになります。2人ともデジタルノマドやから好きなとこに自由にいろいろ行けるんやけど、まあこうもね、一日一日行き先が候補が変わるっていうのはなかなかね、ストレスでもありましたね。そんなこんなでね、よう喧嘩もするんやけどね、英語で喧嘩しなあかんからね、まあ大阪弁で喧嘩するときに比べてちょっと不利なんやけどね。で、8月19日にイギリス人のパートナーのお父さんが、まあイギリスに戻ってこいよっていうことなんで、まあ安全でええかな、お父さんもいるしってことで、とりあえずイギリス行くことに決めました。結局行かれへんから断念したんやけど、もし日本に帰れてたとしても、関空から自宅までハイヤー雇ったら3、4万ぐらい。家族が迎えに来てくれへんかったらそういうの雇わなあかんし、で自宅で14日間これせえへんのやったら、ホテルとか Airbnb とかに泊まらなあかんなと思ってたら何十万、しかもまあ問い合わせてみたらワクチン受けてないとあかんって断られたとこもありました。それに比べてイギリスやったらワクチン受けてたら3日間の隔離、そうじゃなくても家族のところとかで10日間の隔離、その間2回 PCR 検査受けたらいいってことになってます。どうしても食料品買わなあかん時とか病院に行かなあかん時は行ってもいいし、結構ボランティアの人がいっぱいいて、その人たちが助けてくれる、家に届けてくれるっていうシステムも整ってるみたいで、ちょっとびっくりしました。
そんな感じで、イギリス行きいつにしようかな、空港までのタクシーどうしようかなって考えてたら、ちょうどそのタイミングでポーランド人の友人が、緊急事態や、今すぐメッセージ見てくれって言います。彼が言うには、彼が警察の偉いさんから聞いたところによると、もう今ブンタウからホーチミンの空港には全然タクシーに乗っても何しても行かれへんっていうことや。そしてこのロックダウンは今でもまあまあ厳しいねんけど、さらに厳しくなるって言います。そんなメッセージ読んでもこれ以上厳しくはならへんやろって思って、念のため Facebook のここのブンタウに住んでいるエクスパーツグループ、ここに住んでる人たちが情報交換するグループに、ブンタウからサイゴン、ホーチミンのエアポートまでタクシーに乗って行かれへんのって聞いてみました。そしたらアメリカ人とかオーストラリア人とかロシア人とかベトナム人からいっぱい返事が来て、行けるよ、プライベートメッセージ見てっていう人とか、このタクシー会社やったら使えるよっていう人とかいろいろいたんやけど、最後にメッセージくれた人が、もうすぐめちゃくちゃこれ以上ない厳しいロックダウンが始まるからなって言います。そんなことありえる？それで、それが8月21日の土曜日のもう10時ぐらいやってんけれども、そこでいろいろインターネットで調べてみたら、8月23日に1週間ぐらいもうデリバリーサービスも全く使えない、完全に家の中、部屋の中だけしかいられない、一番大概前のねロックダウンも一番って言われてたんけど、それ以上のロックダウンが始まるって書いてありました。それで前のロックダウン言った時もいきなりデリバリーフードとかキャンセルになったし、スーパーで何時間並ばなあかんとか、もうスーパーのものもなくなったってことで、わー、あともう8月22日1日しかないやん、絶対デリバリーフードもないわ、そしてスーパーのものもないわってちょっとパニックになりましたね。隔離50日目で全然美容室なんかもちろん行けません。ここのブンタウに来る前の4ヶ月ぐらい前に、ベトナムのローカルの美容室でこのエビちゃんの色にしてくださいってこの写真を見せてね、無理やり私の髪の色を明るく染めてもらったんやけど、今はもう黒のとことか茶色のとことかまばらになってすごい汚いです。まあそもそもこんなエビちゃんの写真持っていくとこでね、私の頭ちょっとイカれてる感じなんやけどね。ほんで大概精神的にね辛いなーっていうこの時期に、2、3日前かな、大嵐が来て、ベトナムって網戸がないから虫とかが一気に部屋の中に入ってきて、24回やねんけどね、この前ビデオ作ったやけど虫っていう、ちょっとでもこれの体液に触れたらやけどみたいなえぐい傷ができるっていう虫が各部屋に 1,2 匹ずついて、なかなか精神的に恐怖です。日本にいた時は潔癖症で自称 HSP とか言ってたけど、もうベトナムに3年ぐらい住んでこんな感じになってきたら、めちゃめちゃ精神的にねたくましくなってきました。これはええとこですね。これは今日の時点のベトナム全国の事例などですね。事例は33万2627人、そして亡くなった方が7540人ぐらいいます。でベトナム政府はもう日頃ね、露店とかで働いてたおばちゃんとか、宝くじ売ってたおばちゃんとか、他のいろいろなね生活に困ってる人にお弁当を無償で与えたりとか、このベトナムの地方政府もお金などでね保証してあげて、貧しい困ってる方々のこともねフォローしてあげてる様子ですね。そこは素晴らしいですね。まあこの一番厳しいロックダウンっていうのを頑張って耐え抜きたいと思います。ベトナムに来て全然コロナの前やってんけど、8日間水だけの断食っていうのをやってて、その時ね6キロぐらい痩せたことがあるので、まあ最悪食料がなくても私の場合ダイエットになるかもしれませんね。息抜きます。一番は手あげるです。これは初級の日本語の教科書に必ず出てきますね。手形プラスあげるで、何か行動を相手に与えるっていう意味で使いましたね。手伝ってあげる、洗ってあげる、見てあげるのように使いました。でも実はこの表現、日本人が聞くと、わあ、言った人ちょっと偉そうだな、傲慢だな、上から目線だなと思って嫌な気持ちになります。
だから注意が必要です。例えば会社で上司に、あ、部長、手伝ってあげましょうかと親切な気持ちで聞いたとします。そうすると、日本人だったとしたら、手伝ってあげるとは何事だ、ちょっと言い方が失礼だぞと上司から怒られてしまうかもしれません。皆さんが外国人だったらそんな風に怒られることはないですけれども、日本人は怒ったり顔に出さなくても心の中で嫌だなぁと思っています。注意してくれなかったらずっと気づかず、日本人を嫌な気持ちにさせ続けてしまうので、くれぐれも気をつけてくださいね。先ほどの例は、手伝ってあげましょうかは失礼なので、こう言ったらいいと思います。よかったらお手伝いしましょうか、手伝いましょうか、友達の場合だったら手伝おうかっていうふうに、移行形プラスかを使うととってもいいと思います。次に2番目に紹介するのが、暇ですか、この表現です。これも教科書に暇なっていう形でよく出てきていますが、実は暇なっていうのは、やることがなくてダラダラしているっていう意味が含まれています。だから、時間がありますかという意味で、暇ですかって聞くのはあまりおすすめではありません。だから、会社などで上司に、時間がありますかというふうに聞きたくて、暇ですかって聞くと、きっと上司はこう思います。ダラダラして何もやることがないとでも言いたいのか、俺だって忙しいんだ、ほんと失礼なやつだな、こう思っていて注意されることもありますが、心の中ではこう思っていても、日本人は顔に出さない時もあるので注意してください。上司などの年上の人に聞く場合は、暇ですかではなくて、すみませんが今お時間ありますか、今お時間ございますか、もしくは今よろしいでしょうかというのがおすすめです。とっても丁寧です。予約などをする場合は、例えば来週の金曜日空いていますかなどと言うと、とっても自然です。友達との砕けた会話の場合は、今時間あるとか、約束する場合は、来週の金曜日空いてるなどと言うといいです。次に紹介するのは3つ目、さようならです。これは必ず教科書の第1課第2課などに出てきますが、日本人は実際には全然使いません。さようならは実際には全然使いませんが、ドラマなどのセリフで、失恋した時に、さようなら、君とはもう会わないなどと使われて、さようならを使うと、もう二度と会わない、長い間全然会わないっていうイメージになってしまいます。日常生活で使うととっても不自然ですよね。砕けた会話では、バイバイ、またね、また来週などが自然です。また会社やアルバイトなどを去るときに、さようならではもう退社して二度と戻ってこないのかって思われてしまうかもしれないので、お先に失礼します。お疲れ様でした。などというのがおすすめです。次に紹介するのは4つ目、3です。これは男女ともに使えるとても丁寧な呼び方です。田中さん、山本さんなどと使えましたね。でも注意することがあります。これはアジアなどでも共通してると思うんですが、お医者さんに対して田中さんなどと言ってしまうととても失礼になります。お医者さんの中にはこう思ってしまう人もいるかもしれません。私は医者に見られてないんだろうか、舐められてるのかな。例えば、医師、博士、教授、上司、先生などに対しては、田中先生、田中博士、田中教授、田中部長などというのが丁寧でおすすめです。はい、次に紹介するのは5番目、男女です。これも必ず教科書に出てきますよね。でも注意が必要です。例えば、この絵を見て、あの男は眼鏡をかけている、あの女は髪が長いと言ったら、日本人はどう思うと思いますか。わー、下品な言い方と思われてしまいます。あの女は綺麗だなぁなどと言うと、とっても下品に聞こえますし、あの男が来たっていうと、ニュアンスとして、その男の人のことがあまり好きじゃない
っていうことが日本人にはわかります。また、ニュースなどでは男が金を奪って逃走中などと犯人に対して男、女は使われます。では、どのように言えばいいでしょうか。おすすめは男性、男の人、女性、女の人を使うことです。例えば、この絵を見て、この男性は眼鏡をかけている。この女性は髪が長い。このように言うと、下品なニュアンスや失礼なニュアンスはありません。はい、次に紹介するのは6番目、あなたです。これも教科書に必ず出てきますが、日本人が使うことはほとんどありません。だから、この絵みたいに、あなたも一緒に歌いましょうよ、などと言うと、ちょっと不自然ですね。関西では一度も聞いたことがないですけれども、テレビドラマなどで、あなた、ご飯にしますか？それともお風呂にしますか？みたいに、奥さんが旦那さんに向かって、あなたって言ってるのは、テレビの中で聞いたことがあります。日本人はあなたを使う代わりに名前で呼びます。例えば、田中さん、太郎くん、花子ちゃん、などといった感じです。仲良くなっていれば、あだ名で呼ぶことも多いです。はい、という感じで今日は1から6まで手挙げる暇ですか、さようなら、3、男、女、あなたについて勉強しました。登録してくれれば教科書に載っていないような役に立つ日本語の勉強がプロの講師から無料で受けられます。また次の動画で会えるのを楽しみにしています。またね。こんにちは。今日は使い方によってはとっても不自然に聞こえる日本語を6つ紹介していきます。まず1つ目は男、女。これは例えば、あの女はいい人だ。その男に手伝ってもらった。などと言うと結構下品に聞こえます。気をつけてくださいね。次に紹介するのは3。これは田中さん、山田さんなど一般的には普通に使えるんですけれども、注意しなければいけないことがあります。お医者さん、弁護士さん、先生、博士、教授などには山田さん、田中さんというととっても失礼になります。そして不自然です。3番目はあなたです。よく教科書にあなたは学生ですか？あなたは日本人ですか？などと出てきますけれども、日本人はあなたを使いません。あなたを使うととっても不自然になるので気をつけましょう。奥さんが旦那さんにあなたって呼ぶことがあるかもしれませんが、これ以外は滅多に使いません。はい、次は暇ですかです。これはこの絵のように何もすることがなくてダラダラしているという意味があるので、時間がありますかという意味で暇ですかって聞くととっても不自然ですし、失礼に聞こえるので気をつけてくださいね。はい、次はさようならです。これも教科書に必ず出てきますけれども、日本人は滅多に使いません。さようならっていうともう二度と会えないっていうようなイメージがあるので、日常生活で使うととっても不自然です。はい、6つ目は手あげるです。手伝ってあげる、やってあげるなどというと、上から目線に聞こえてしまいます。とても傲慢に聞こえてしまうことがあるので、気をつけてくださいね。はい、今日は6つの不自然な日本語について紹介しました。前の失礼な日本語というビデオで、今日紹介した表現をどのように言うと丁寧になるか紹介しているので、気になる方はぜひ見てくださいね。登録するとこのように日本語のプロの先生から役に立つ日本語の表現や日本語のレッスンが受けられます。今日は見てくれてありがとうございました。また次の動画で会えるのを楽しみにしています。バイバイ。Thank you.
こんにちは、小雪です。今日は日本の動物の迷信を紹介します。日本ではナマズが暴れると地震が起こると言われています。皆さんの国ではどうですか？次に白い蛇を見るといいことがあると思われています。白い蛇は神様のお使いだからです。もう一つ蛇の迷信。夜笛を吹くと蛇が出ると言われています。子供たちが夜に口笛を吹いていると親に夜笛を吹くと蛇が出るから気をつけなさいと言われます。次に食べてからすぐ寝ると牛になるという迷信です。牛になるのが怖くて食べてからすぐにゴロゴロしない子供も多いです。最後に、キツネやタヌキは人を騙すという迷信です。キツネやタヌキは人を騙すから気をつけなさいと言われています。このチャンネルを登録するとこのように便利な日本語が勉強できます。今日は最後まで見てくれてありがとう。またね。こんにちは、小雪です。今日は日本のなぞなぞを使って日本語を勉強していきましょう。最初のなぞなぞは、1日に2回あるのに1年に1回しかないものは何ですか？ヒントは1日と1年のひらがなに隠れています。考えてみてくださいね。答えはちです。1日のひらがなの中にちが2回、1年のひらがなの中にちが1回だからです。合ってましたか？次の問題です。前から読んでも後ろから読んでも同じ野菜は何？ヒントです。その野菜は赤です。答えはトマトです。トマトは前から読んでもトマト、後ろから読んでもトマトですね。第3問です。富士山に登った人が必ずすることは何？ヒントはなしです。必ずは 100% することです。答えは下山です。山から降りることです。万歳は必ずすることではないですね。皆さん合ってましたか？第4問です。何も食べませんが太ったり痩せたりするものは何ですか？答えは月です。皆さん合ってましたか？第5問、最後の問題です。森の中から木が1本取られました。どうなりましたか？ヒントは森の漢字です。答えは林です。森という漢字から木を1つ取ると林という漢字になりますね。合ってましたか？登録するといろいろな日本語の知識がビデオで学べます。また次のビデオで会いましょうね。またね。バイバーイ。